さて、ここまで Excel の表からテーブルを作っていく方法をお伝えしてきましたが、テーブルの操作というのは今までのチャプター1とチャプター2でお伝えしてきたレクチャーと基本的な操作方法はあんまり変わりません。例えばこのテーブルの中に新しい列や行を挿入したり、または削除したりというところも非常に簡単に行うことができます。今回はそうですね、この F 列のところに新しく列を追加したいので、 F のところをクリックしまして、右クリックで挿入をしてみましょう。そうするとこんな風に簡単に新しく列を作ることができまして、今回はここを D 列と E 列の合計値を算出するようにしてみましょう。ということで、イコールで始めて、このように D4 セルと E4 セルを足し合わせると、数式のところはテーブルの見出しである酢酸濃度とクエン酸濃度、この数値を足しますよというような数式になっています。これでエンターを押してみると、このようにオートフィルをしなくても一斉に計算をしてくれるというような機能になっています。これは例えば MOS 試験の中ではテーブルの中に税込み価格と個数なんていうようなテーブルの列がありまして、新しく列を作って合計の金額を計算してくださいということで、税込み金額と個数をかけて計算式を出してみたりというような問題があるかなと思ってます。そして逆に削除をするというのも非常に簡単でして、例えば今回はこの J 列にあるアルコール度数のところを右クリックしまして、削除することでこんなに簡単に削除をすることもできます。こちらも MOS 試験の中では問題の中で列が指定されるので、この列を削除してくださいというような問題が出たら、このように列のところをクリックして削除を押してあげるだけというような非常に簡単な問題になっているかなと思います。次はこのテーブルスタイルよりもさらに細かい工夫をテーブルの中で見せることができるテーブルスタイルのオプションについてお話をしていきます。このテーブルスタイルのオプションは、同じくテーブルデザインタブの右から2つ目のセクション、ここにあるんですが、もうすでに何個かこんな風にチェックがついてますね。ここにもう何個かチェックをプラスしていきたいんですが、まずは真ん中の最後の列というところにチェックを入れてみましょう。そうするとこんな風に、今回の最後の列である J 列の品質の数字が全て太字に書式が変わったことがわかると思います。こんな風にテーブルの中でどのデータを目立たせたいのかというような、皆さんの希望に応じていろんな形で書式を設定できるのが、このテーブルスタイルのオプションになっています。さらにもう一つこの中で重要なのは、左の集計行というところですね。ここも同じようにチェックボックスをつけますと、テーブルの一番下に集計ということで、今回はこの品質の列に530という数字が記載されています。この530、何の数字なのかというのを確認するために、アクティブセルにしまして、ここアイコンを押してみますと、このように合計というところが出てきました。つまりこの集計では、このテーブルの中に出てくる全ての品質の数字を足し合わせて530という数字を出していることがわかります。この集計では、今見ている合計以外にも平均値を出してみたり、最大値を出してみたりというふうに柔軟な使い方ができますので、試験の問題文の中で